はい、今回は地元の旅館小浜荘に泊まってきました。それの Vlog 的なのを用意したので見てほしいです。こうやって旅館に泊まること自体が10年ぶりなんで、結構ワクワクしていきました。とりあえず嬉しかったのでラウンジを撮ってみました。こんな感じです。で、廊下歩いてたんですけど、窓からちょうど春だったんで桜が見えていて、なんかいい感じでしたね。で、部屋に入ります。今回は浜地さんと同室でした。部屋は窓際も合わせて12畳ぐらい、結構広い感じでした。で、窓から海と桜がいい感じに見えてるんですけど、若干あの木が邪魔かなってのは思いました。あとで特別に4階から見せてもらったんですけど、結構綺麗な景色でしたよ。そして温泉も人がいない時に撮らせていただきました。温泉です。で、この温泉は朝の6時からやってるってことなんで、僕は翌日の朝から入りました。そしてこちら貸し切り露天風呂です。で、今回の目的はこれですね。有料なんですけど、貸し切りで露天風呂に入るのって、結構貴重な体験なんで、これはマストで行きたいって思いました。今入ってます。奥の天井が開いていて、そこから桜が見える感じでした。映像では白飛びしちゃったんですけどね。で、風呂入ってぼーっとして飯を待ちます。ってことで晩飯です。伊勢海老とか、なんかお肉とか、大体地のものを使われているっていう感じでしたね。で、マジでうまいですよ。これマジでおすすめしたいです。で、日本酒ですね。地元の酒蔵のザクです。めっちゃ入れてくれるんですよ。お、さらに。チョコレート。なんかね、やばいんですよ。注ぎ方が。ありがとうございます。そしてもう一つがジコンですね。これも三重県の酒蔵です。マジでうまいのでおすすめです。そしてごちそうさまって感じですね。飯食って何するかっていうと、また貸し切り露天風呂入っちゃったんですよ。昼と違って暗い感じで、いい感じの露天風呂でした。そして翌日です。宣言した通り朝露天風呂入ったりしたんですけど、結構早い時間だと朝焼けがね、海から出てきていい感じにラウンジを光らせてくれてます。で、もちろんこんな朝早い時間はお客さんもいなくて、ほぼ一人で空間を楽しむみたいな、そんな感じで良かったですね。ってことで、地元鳥羽市の旅館小浜荘に泊まった Vlog 的なやつでした。ずっとぼっとする時間ってめっちゃ贅沢なんだなって泊まっていいと思いました。そういうのをなんか普段できないことを旅館に泊まってまったりとする、めっちゃいい感じですね。そんな小浜荘の思い出の写真いくつか用意してあるんで、それスライドショーで見ていってください。はい、ここまで見ていただきありがとうございました。またなんか Vlog 的なの撮りたいと思います。鳥羽市の旅館小浜荘でした。Life.